ちは、くみっきーこと船山くみこです。今日はですね、なんとリクエストにも多かった妊娠7ヶ月のマタニティルックブックを撮りたいと思います。イエーイ、イエーイ本当に今まで撮影でずっと悔しかったんですよ。悔しかったの？くみさん、はい、ずっと可愛らしい服装されてるのに写ってるのが上半身っていう。わかる、ちゃんと足元までね、可愛くして。ずっと悔しかったんですよ。それはわかります、はい。なので、クミさん、やっぱモデルもされてるということで。一応デルモもやってるらしい。最近忘れがちだけど。クミさん、モデルもされてるということで。はい、ありがとうございます。今回、マタニティルックブックをしていただきたいと思います。はい、お願いします。結構目立ってますよね、今。結構目立ってるよね。もうなんか全然隠しきれない。目立ちますね。おお、神秘的ですね。いや、友達に会うたびに体が隠しきれないねって、顔と体のギャップがすごいね。いや、本当に顔にクミさんあんま出られないじゃないですか。そう、あんまり出ないんですよ。出ないようにめっちゃケアはしてるっていうのもあるけど、とにかく暑いって送って帰ってきただけなのに、それだけで汗だくっぽいですよね。で、この夏のね、体型を見せたくない時とかいろいろあると思うんですよ。あるシチュエーションに応じて、ちょっとクミさん流のルックブックを見せていただきたいと思います。ということなんですけど、はい、ちょっとクミさん、その前になんかちょっとお知らせがあるんですよね。そうなんです、お知らせがあります。なんとですね、ヘルツスキンから本当にたくさんリクエストいただいたので、なんとなんとじゃじゃん、定期購買が始まることになりました。おめでとうございます。ありがとうございます。発売から約5ヶ月が経とうとしてるんですけど、結構急ピッチでサイトの変更をみんなで頑張ったりとか、トレーニファンで友達さんも考えたりとかして、ようやくこれをね、発表できることになったので、ぜひぜひヘルツスキンがないともう生きていけないって言ってくださってる方は定期購買に切り替えてもらえるとお得にお買い求めいただけます。見て、かわいい。そう、ノベルティ作っちゃった。気合入っちゃったなー。気合入っちゃった。入っちゃった。顎なんかつけちゃった。え、かわいい。かわいい。かわいい。これをね、数量限定ではあるんですけど、このバンダナもついておりますので、ぜひぜひ皆さんお早めに。これだってもうね、最初じゃないとこれついてこないですもんね。ついてこないです。ボーチェのサンプリング企画もそうだったし、今回のこのヘアバンドも、私たちスタッフが狙ってる。ダメだけど、そうそうそう。いや、でも私も腰たんたんと狙ってますから。え、だよね、はい。これめちゃめちゃ使いやすいのよ。しかも洗いやすそう。そう、洗いやすいし、締め付けもあんまりなくって、めちゃくちゃ使いやすいので、これぜひゲットしたら教えてください。詳細は概要欄に記載しておきます。じゃあ早速、行ってみたいと思いまーす。おー、はい、だいぶスポーティーな、だいぶラフなコーディネートにしました。ポイントはですね、なんかラフなんだけど怖いので統一してるっていうのと、なんか割と一つ一つの素材とがあるものを選んだっていうことです。なるほど、はい。あとね、妊娠中でもさ、このゆるっとしたねトップスなので、風通しもいいし動きやすいし、あとそんなになんか体型が気にならないっていうようなものを選んでます。なんかね、結構プライベートで着る服と、動画出る服と、会社行く服と、デートの服とで、結構いろんなタイプの服装を着るので、だから意外と出してないかも。だって結構ガチオフだもん。だいぶガチオフですよね。ガチオフ。これで、リアルだったらすっぴんのパターンっていうのが多いかもしれない。なるほど、なるほど。妊娠すると、骨格、私レーブなんですけど、骨格ストレートのようなアイテムの方が似合うようになるんですよ。の方が着痩せできるようになるんですよ。なので結構今までってこうふわって柔らかい素材のものとか、まあ、小花柄とか着てたんですけど、それ着ると逆に太って見えちゃうので、なんかこのアイラインを意識するっていうのを心がけるとちょっと着痩せできる。ここの首元もこれで詰まってるとね、逆に全然印象が違う。そうなの、そこのやっぱり高さが出ちゃうので太く見えちゃうんですけど、ここがちょっと空いてるっていうところもポイントで、どこに抜け感出すかみたいなので、ここに逆にちょっとやぼったい黒とかニットとか持ってくると、すごいこの下に視点が集まっちゃうので、すごい足短く見えちゃうんです。なるほど。なのであえてトーンは揃えるっていうのもポイントで、
ゴールデンウェアですね、お仕事ルックになります。おお、はい、お仕事なのでちょっとパソコンが入るカバンを持っているっていうのと、まあ、結構ねバタバタしてお化粧直しとかもせずずっとミーティングなのでメガネでごまかします。ずっと座りっぱなしだったりとかバタバタ、その後息子を送って会社行ってミーティングして、その後すぐ息子を迎えに行って習い事行ってみたいなことがあるので、動きやすさと学校に行ったりするので今よく、であと会社に行けるっていうのをテーマに今回コーディネーターを組んでみました。着痩せポイントとしてはトップスめちゃくちゃ可愛くて買ったんですけど、これすごいショート丈なんですよ。なのでなんかどうやって合わせようかなって思ったんですけど、ちょっと太めのワイドな、まあ、ボトムをちょっと早めることに入って足長効果を狙っております。このボトムをねカチッと目にすると結構まあフォーマル感が出るんだけど、これあえて朝ボトム系の素材にしてるのでちょっとゆるっと感もある、体に負担をかけないけどきちんと感を出せるようなスタイルにしております。とにかく体に負担をかけたくない、だけどきちんと見えたい、そして品よく見えたい、であとシワとかも気にしたくないっていうようなコーディネートです。夏っぽくてね、夏お迎えも行ける気楽なコーディネートです。オールホワイトって結構難しいかなって思われがちなんだけど、うん、マジで考えなくていいから楽なんですよ。逆に白と黒でオールそのブラックオールホワイトで数パターンずつぐらい組めるように持っておくと、それを入れ替えだけすればいいし、もう全部あのワントーンで揃えちゃえばちょっとカチッと見えもするしっていうので、意外とすごく重宝する。この技いいですね、ちょっと真似しやすいなと思いました。そうぜひです。続いては、ママ会ランチコーデ。こだわりはやっぱりこの黄色いワンピースですね。これなんかね、インスタライブしてる時もワンピースどこのってすごい聞かれることが多くて、実際にやっぱり黄色だからさ、めちゃくちゃ着てて気分上がるんですよ。色の効果ってほんとすごいなって思うので、夏らしくこういう華やかな色でちょっとテンション上げるのと、まあ、お腹も楽なのと、あとこのね、紐。この部分が調整できるんですけど、結構こういう肌見せのある服ってちょっとヒヤヒヤするんですよ、着る部分なんだけど、まあ、若干2本になったりとか、ポケットになったりするので、二の腕、まあ、ちょっとだけでもカムフラージュできるっていうのと、あえて妊娠中ってこの辺りデコルテとか見せてた方が着痩せして見えるんです。腕周りとかこの辺を出した方が着痩せして見えたりするので、まあ、そこもちょっと考えたワンピースに。てかまたカバンも可愛い。カバンこれ可愛いですよね。めちゃめちゃ可愛い。これね、5、6年前に買ったやつ。スペインで買ったドレスもあって、夏になると使いたくなるバッグで。まあ、そんななんか普段からね、ゴリゴリ使っているかは、ファッションやっぱ好きなんですよね。なのでこういう変わったちょっと個性的なアイテムとかを買って、ずっとその保管しておいて、コーディネートのワンポイントにしたいなっていう時に出す。っていうのと、普段使いするものとかはまたちょっと切り分けて持ってたりするので、すごい持ちはいいです。あと全部買わずないから、朝取れてるから軽い、夏しか使えません。これは確かに夏限定と限定です。お家もね、これすごいね、絶妙な形のハットになってて、ポケットハットなんですけど、なんかね、このハットかぶってるとメイク崩れてても、すっぴんでもなんかメイクしてるっぽく見える。ごまかし術ある？そう。ちょっとなんか写真撮ろうとかってなったりするじゃないですか。なので一応頭先から足先までちょっと盛れるようなコーディネートにしてみました。30代からさ、なんか今までこういう服好きだったけど、なんか似合わなくなったみたいなデュエットとかありますよね。こういうのとかも私、普通の多分20代のブランド、結構もう10代のブランドとかだったら、多分ちょっとシルエットが違うから着れないんですけど、チールムーティンはなんか大人でも着当てって見えるシルエットのラインのカットがすごく上手で、なので私は結構ネットで信頼して買ってます。このね、こういう感じになってて、かわいいんです。かわいい。年齢を重ねると肌の露出の仕方めっちゃ悩みます。めっちゃむずい。とはいえなんかダサなすぎると逆に太って見えるんですよ。なのでなんかそのどういう風に出すかみたいな、そのバランスがシールの絶妙。4ルック目はですね、
おーってかかっこいい。そう、なんかね、最近このブランドに夫婦でハマってて、私の出かけするのはブランドで揃えてお出かけしてるんですよ。そう、めちゃくちゃすごいシンプルなんだけど、なんかこのカットだったりとか素材感が綺麗なのと、流行り問わずずっと使えるっていうので、気になってたけど結構シンプルめなデザインで、主人の方がずっと好きで、妊娠中に、なんか妊娠中だけど産後も着れて、着やすできてっていう服なんか欲しいねって言ってたら、買い物中に選んでくれて、でそれをまあデートに着てるって感じ。可愛い系じゃなくてシック系なんですね、デート。なんかね、旦那さんはね、可愛い系あんま好きじゃないです。すごいシンプルで天然されたものが好きで、なので結構シックかもしれない。体型目立ちづらいですね。え、そうなの。すごい気合ってしまう、これ、うん、ワンピースで着てもいいけど、こうやってちょっとパンツと合わせるとおしゃれ見えするし、動きやすいし、足のむくみも隠せるし、最高最高。本当にやばいから、むくみ7ヶ月入ったとか、パンパンパンなのと、骨盤ベルトがないと本当に恥骨が痛くなってきました。マタニティ服ではないんですけど、ちょっとサイズをアップしたりとか、骨盤ベルトを使いつつ、マタニティしたり使いつつ、そのバスト位置をちょっと高めにしたり、腰回りをちょっとサイズに上げたりとかして、妊娠中の体のサポートっていうのを考えます。なんかちなみにおすすめってあるんですか？おすすめありますよ。妊娠前からずーっとやりたかった仕事があって、それが骨盤ベルトを作ることだったんですね。なぜかというと、結構私自身体型コンプレックスを持ってて、モデルの割にやっぱり身長がなかったりとか、O脚だったりとか、下半身にすごいお肉がつきやすかったので、ダイエットめちゃくちゃ大変だったの。なので産後生まれ変わった瞬間に、もう絶対的にその痩せやすい体を作りたいと思いがあって、妊婦体を作りました。へぇー。今ちょっと私がリアルにも履いちゃってるから中ないんですけど履いたやつさ、ちょっとお見せできるのが私じゃん。確かにちょっと。でこれでね、説明すると骨盤ベルトと一体になってるショーツになってて、お尻を支えてくれるベルトはずらせるんですよ。なので私一人目はね、結構ゴリゴリにきっつい骨盤ベルトで締めてたんですけど、二人目妊娠になってくると、やっぱりそれをまた締めるっていう手間も持てないし、やっぱそれもちょっとめんどくさいと思っちゃうし、動いたりとかリモートで座ってる時間が長かったりすると、お腹圧迫されちゃうんですよね。これぐらいがめちゃくちゃいいなと思って、これは妊娠中のママさんたちとみんなで作ったものになってます。へー。長時間歩くときは、とはいえやっぱり骨盤腰回りってきちんと支えてあげないといけないので、私結構タフ妊婦なんですけど、だいぶタフ妊婦、だいぶですよね、だいぶ。ちょっとマシ君にもすごいねって言われた歩くときは絶対にやっぱりもっとガチッと固めて骨盤を支えております。なるほど。これがね、めちゃくちゃいいの。妊娠して速攻使ってほしいんですけど、これ実はね、授乳ブラ。へぇー。え、そうなんですか？そうなの。え、なんかおしゃれ。そう、すごいね、一人目の時にテンション上がる授乳ブラがなさすぎて本当に嫌だったんですね。そこまで気にしなくてもいいのかもしれないんだけど、なんか私的にやっぱりその自分がテンション上がるものじゃないと、その後に結構メンタルが引きずられちゃうタイプだから、テンションが上がるものが欲しいなと思ってこれはデザインしたんですけど、ノンワイヤーっていうのはもちろんなんだけど、ホックがないんですよね。あ、本当だ。そう、なのですごく洋服に当たらないっていうところと、うんうん、もう本当にストレスフリー。この脇位置も高くしてるんで、このお胸がやっぱり大きくなって支えられなくなるんだけど、それもちゃんとホールドしてくれることによって、産後のそのお乳が垂れるっていうのを防止してくれるような構造になってて、妊娠中は普通にこうで、生まれたらこういう風にペロンって切るのと、部屋着からちょっとだけ見えても、うん、かわいい。そう、かわいいんですよっていうのも考えて作ったものになります。なんで今、クミさんの体の中はそういった状態になっております。はい。この子がないと生きていけないから、私この間4セットずつ買い足しました。だいぶ買い足しましたね。もうないとね、本当に違うんですよ、体が。ケア大事。最後はですね、妊娠中でも着痩せするワンピースです。おお。これめっちゃ可愛いですよね。お店で見た瞬間は、これやと思って試
着しないで即買いした。ポイント的にはまずこの V V がねめちゃくちゃ気圧にするんですよ、妊娠中は。っていうのと、意外とこの二の腕で出した方が気痩せします。なぜかというと、このさ二の腕のラインをね結構ここまで隠しちゃう服とかあるじゃないですか。ありますね。そういうのって逆に太ってみるんです。二の腕がやっぱり服用感になってる中でここも隠してしまうとすごい肩幅も広く見えるし、一番女性らしい華奢な部分っていうのが隠れちゃうから、うん、全体的に自分を見えちゃうんです。なるほど。なのでここのラインはできるだけここがまっすぐ切り込まれてるものがいいっていうのと、他の部位はつかめがいい。あとこのシルエットもちょっと台形っぽいラインになってるっていうのと、硬めの素材の方が着やすいします。ウォッシュがかかってない、ちょっと硬めのデニムっていうのもすごく着やすいポイントだなって思って選びました。いや、なんか大人の夏って感じ。あ、ね、これね意外と汚れとかも気にならないし、すごい動きやすいので、うん、あ、そして今クミさんお持ちいただいてるワンピースですが、はい、これはですね、このワンピース2つは着痩せするワンピースとして持ってきたんですけど、これもなんか全体的にその縦のラインが目立ってるの分かりますよね、うんうんうん、というのと、なんかあまり装飾がなくてシンプルなデザインの方が体のそのシルエット拾わないですよ。なので着痩せするっていうのを例で持ってきました。なるほど。これもね、縦のラインがやっぱりストライプだからすごい強調されてて、デザイン性はあるんだけど、うんうん、やっぱり縦ラインとかストレートが似合う服っていうので、これも着合ってします。次はこれは着太りしちゃう服、こういうとろみのある素材とかすごい好きだったし、まあ、似合いやすかったんですけど、こういうのとろみのある素材着るとめちゃくちゃ体のシルエットを拾うので、すごい太って見える、丸く見える、ギャザー感と肩のラインが覆いかぶさってる、装飾が多い、あと首が詰まってるっていうのですごいキリキリしてる。なのでこういう装飾が多いようなものとテロッとした素材は気をつけた方がいいと思います。じゃあクミさん、はい、以上でルックブック終了になります。終了になります。なんか久々にファッション系話した。クミさんのこだわりがすごい垣間見えましたね、はい、でもやっぱすごいお洋服も好きなのと、やっぱね、過去10年間アパレルブランドもやってたっていうこともあって、本当に妊娠中1人目の時にね、これここがなんかやっぱりもう少しこうしたかったなみたいなものがあったので、それを活かして今回は結構最小限に自分に似合う、そしてテンションが上がる服っていうのを着れるようになりました。なのでよかったら皆さんも参考にしてもらえればと思うのと、こういうの見たいよって、まあ、ファッション編とかもね好評だったら持ってやろうかなって思うので、コメントお待ちしてます。というわけでまた YouTube でお会いしましょう。バイバイ。本当にいいよってなんかちょっとそのダメな自分も、あ、まあ、こういう時もあるよね、じゃあまたスキンケアちゃんとして、まあ整えればいいやみたいな。やっぱスタッフみんなが美しいから関わってる人が美しいから自分と向き合えるきっかけをなんか作りたいな。